こんにちは。美味しいものが食べたい。よしだよ。今日はね、ちょっと節約料理やっていこうかな。はいはい。おつまみにもなるんだけどもね。すごいすごい。中華風の春雨サラダを作っていくよ。やったー。ほんなら、いこめやか。このチャンネルでは、美味しい料理のレシピや役立つ情報を発信しています。チャンネル登録をして、これからもご覧いただけると嬉しいです。はい、最初にね、春雨をね、茹でていきますよ。これをね、ちょっとお水少ないんですけどもね、もうこのまま味をつけていきますので、まずはね、この、感じ、水と、春雨、この2つをね、火にかけて、あんまり強火じゃダメですよ。あっという間に煮詰まっちゃいますからね。中火ぐらいでね、茹でていこうと思います。はい、じゃあね、火つけていくよ。これちょっと浮いてるところあるんだけどもね、なるべくこう、なんていうのかな、全部が浸るようにね、作っていきます。はい、沸騰してきたらね、ちょっと火を弱めてください。でこう鍋肌にくっつきやすいのでね、こう取りながらやっていかないと焦げちゃったりしますんでね、こんな感じね。はい、もう全体がこう浸かればね、もうそんなに構う必要ないですから、あとはちょっとね、茹で上がるまで待ちましょう。はい、沸騰してから2分ぐらい経ったんだけどもね、味をつけていきますよ。砂糖でしょ、それからこれはね、シャンタンの粉末のやつですね。そしてお醤油。ごま油ももう入れちゃいましょう。はい、これでね、水分が飛んじゃうまでちょっともうしばらく煮ていきますよ。はい、今ね、トータルでどうだろう、沸騰してから5分近く茹でたかな。こんな感じ、もう汁気がだいぶなくなってきたよね。そしたらもう火止めちゃってください。でこのままね、自然に冷ましていきます。はい、ではね、冷ましていく間にね、材料を刻んでいきますよ。まずはきゅうりだね。これちょっと大きいから、これ1本だと多いかな。なんか随分立派なきゅうりだよね。どうだろう、普通のきゅうりの1本分ってこれぐらいじゃないかな。はい、だいたいね、こんな感じね、1本が 2,3 ミリぐらいじゃないかな。はい、次はね、このハムを刻んでいくよ。はい、ちょっとね、春雨が長かったので少し切ろうかな。よいしょ、もうハサミでいいと思うよ。こんな感じ、もうジョキジョキ切っちゃおう。はい、こんな感じで食べやすいと思うな。はい、ではね、流しに溜まった洗い物なんかを片付けてる間に大根を冷めますんでね。はい、じゃあね、仕上げていきますよ。この刻んだハムときゅうりもういっぺんに混ぜちゃいます。はい、ごまも入れちゃおうかな。そしてお酢です。
っとね、自分が思ってたより春雨の量が少ないので、多分きゅうりにね塩分持ってかれちゃうんで、塩ちょっと一つま、二つまみぐらいかな、ちょっと入れときましょうね。これは味見てもらって、それで味が薄いなと思ったら塩を足すっていう感じの方がいいかもしれないですね。今ちょっと味見てなかったけど、はい。でね、仕上げに、ラー油、これ入れていきますよ。はい、じゃあね、盛り付けていこうか。はい、中華風春雨のサラダ完成です。はい、一応ね、早速食べてみようと思うんですけども、その前に今日も一日お疲れ様でした。乾杯。最高。じゃあね、早速いただきますよ。いただきます。めっちゃんこうみや。これはね、ちょっとこれ進んじゃう系ですよ。うん。おいしいもの食べてるときって本当に幸せですよね。美味しかった、これ。ちょっとね、私には辛かったかな。ラー油をね、小さじに半分ぐらいしか入れてないんだけど、ちょっと私にとっては辛かったかもしれない。で、辛いの好きな方はね、小さじ1杯ぐらいは入れた方がいいと思いますよ。いや、それにしてもね、とてもシンプル。かつ、めちゃくちゃ美味しい。これは絶対おすすめです。はい。いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でもお会いできると嬉しいです。料理は愛だ。またね。